オカバンゴ箱横首メは、横首亀か箱横首メ属に分類される亀。模式標本の産地はマウン。種商名ベッチワニカスは、ベチワナのノイで、ボツワナの旧名、ベチワナランドに由来する。和名や英名は、本種の生息地の一つである、オカバンゴ盆地に由来する。アンゴラ南西部、ザンビア、ジンバブエ西部、ナミビア北西部、 ボツワナ北部最大高潮3 3トル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高潮3 0トル。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると中央部よりやや後方で最も幅が広くなる楕円型。円管板の外円は尖らない。廃坑の色彩は黒一色。復興は復興版と小管板の継ぎ目で大きくくびれる。 マノドパ板はやや小型で、縦幅は横幅の約1.3倍。蝶津貝より前の復興は左右の復興板のシームの長さの2倍未満。左右の交換板の間には深い切れ込みが入る。復興の色彩は黒いが、シーム周辺が単光色や灰色になる個体もいる。頭部は大型で幅広い。上顎の先端は針状に尖らず、またへこまない。 下顎に2から3本のヒゲ状の突起があり、ヒゲ状突起の間にコブ状の突起がある。頭部の色彩は黒く、比較的大型の黄色い斑紋が複数入る。頸部や獅子、尾の色彩は灰色や黄色、黄化色。妖体は C 甲板にコブ状の盛り上がりがあるが、成長に伴い消失する。水深の深い火星や故障に生息する。 寒気に水が干上がると水が残っている水深の浅い水場や湿原に生息する。性質は臆病で危険を感じると水中へ逃げ込む。植生は動物食で魚類、昆虫類,類、甲殻類、貝類などを食べる。繁殖形態は卵性。野外の観察例や放卵数から1回に21から48個の卵を産むと考えられている。 ペットとして飼育されることもある。世界的に見ても流通例は少なく、日本には2007年に初めて輸入された。ありがとうございます。